佐々木希は最強のヤンキーでした。カリスマモデルとして人気の佐々木希は、地元の秋田県で有名な伝説を築き上げました。地元の祭りの夜に行われる髪切りデスマッチは、その名の通り、負けた側は髪を切られて丸坊主になる女同士のタイマン勝負です。このデスマッチで佐々木は連戦連勝の無敗伝説を築き上げ、タイマン秋田最強と謳われました。彼女の顔を見るだけで、周囲は震え上がるほどの存在感がありました。